剛さん主演のドラマ僕の歩く道の会見がロケ地で行われました。動物園を舞台に撮影しているこのドラマ、ハプニングもあったそうで、カイナさんが象に鼻水をかけられてました。あとそこにゴリラがいるんですけど、ゴリラが木を投げてきました。僕は待ち時間にちょっと園内をこの格好で歩いてたら、一般の入園者にいろいろ質問されて、まあ僕係のもんじゃないんですだけど、不思議な顔されましたね。チンパンジーはどうもヒップホップが好きみたいです。ヒップホップかけると踊ってます。踊ったと必ず物投げます。気をつけてください。僕の歩く道は僕の生きる道、僕と彼女と彼女の生きる道に続く僕の道シリーズ3部作の最終章。草薙さんは先天的な障害により10歳期の知能までしか発達しなかった青年を演じます。なりますが、そんな中動物園で撮影が行われてるんで、いろんなハプニングもあったりして楽しそう。小日向さん、確かに本物の飼育係さんという感じに見えちゃうんで、あの格好すればね、間違われるのは無理ないかなという感じいたしますね。パッとカメラに映った時、こうやっぱり動物園の係さん顔っていうんですかね。そうですね、そういう感じがしますね。いや、そうですね、大杉健さんは園長さんの役ということで、彼らさんが新人獣医の役なんですね。来週の火曜日10月10日スタートなんですが、初回当日には草薙剛さんがまたまたこのスタジオに来てくれる予定になっています。ご期待ください。では次の話題に行きましょう。